はい、さんちゃんです。本日はですね、単独登山で意識していることといったテーマでお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは登山に関する役立つ情報、また私の登山に関してもお届けしております。まだチャンネル登録済んでない方に関しましては、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。私15年間登山してきた中で、ほとんどが単独での登山となっておりました。単独で登山されるという方で、ちょっとこう心配だなと思われる方がいらっしゃいましたら、この動画役に立つかと思いますので、ぜひとも最後までご覧いただければと思います。一つ目なんですけども、日々のトレーニングを大切にすることです。日本国内のですね、登山レベルにもよるんですけれども、重装やテント泊といったところで言うと、技術が必要というよりかは体力の方が必要になってくるケースが多くあります。ですので私自身は毎日ですね、少しでも体を動かすといったところでトレーニングをしています。結構ですね、億劫になりがちかもしれないですけども、逆にトレーニングさえすれば楽しい思い出が引き寄せられるといった考え方で毎日取り組んでいただけるといいのかなというふうに思っています。二つ目なんですけども、緊急時の備えです。私自身はこちらの方のところですね、すごく気を使っているんですけども、登山届の提出、そして家族への連絡、ココヘリへの加入、そして山岳保険の加入ですね、この4つを全てやってから山に入るようにしています。で、単独っていうと、例えば自分が倒れた場合、自分の行方が分からなくなってしまうことがあります。いかにしっかりとしたですね、対処しておくかっていうのが大事になってくるといったところです。説明させていただきますと、登山届に関しては、各登山口もしくはインターネットでも申し込めますし、家族への連絡といったところでは、登山届をですね、そのまま家族に渡す、もしくはこう例えば LINE なんかで送るっていうのもいいかもしれません。またココヘリというのは、個人が加入できる発信機のサービスになっております。こちらを使うとですね、飛躍的に遭難時の発見率高まりますので、持つことを強くお勧めします。そして最後に山岳保険ですけども、何かあった時に、例えば救助隊が出たといった時でも家族を困らせないで済むといったところがあります。そして3つ目の項目ですけども、無理をしないといったところになります。これはですね、計画を立てる段階でも、自分の歩く時でも、そして下山した時も、いろんなところでですね、無理をしないっていうのを気を使っているといったところになります。自分の意思がですね、自分の命を決めると言っても過言ではないのが単独登山ですので、しっかりとですね、この無理をしないっていうのを肝に銘じるべき、登られるといいかなというふうに思っています。当たり前のことではあるんですけども、どうしてもですね、気を抜いてしまったりとか、ちょっとこう自分が大きくなってしまう瞬間というのがありますので、そういったところですね、気を使って登られると、登山者としての成長もありますので、じっくりやられていくことをお勧めします。といったところでいかがだったでしょうか。ちょっとでもですね、皆さんの登山の悩みが解消できればなというふうに思っております。今回の動画もし役に立ったなと思いましたら、グッドボタンの方と SNS でのシェアよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいください。